はい、皆さん少し早いですが、57分ですが、あれどこ行った？ブルーインパルスが飛行しているということで、福井駅からのライブカメラで現在ご覧いただいておりますが、あれさっきあのシューンってなっていて早すぎて、うん、まだまだここからもありますかね。お一緒に見ていきましょう。あ、鳥さんも元気に飛んでいるわね。えいいですね、鳥さん特等席ですね。いっぱいいる鳥、本当に嬉しそうねえ。鳥さん特等席じゃないですか。わーいわーいってね、なんだかいつもと違う空だ、わーいわーい。どこ行ったのどこ行ったの、あれどこを飛んでる。あ、開通した沿線上を通っていってるということで、また来るのかな。ああまた、おーで、また、うん、来てくれるということで、確かにまだたくさんね人もいらっしゃる、来てくれるはず。さあ皆さんこっち見てるから、多分こっちの方から来るのかな。カメラもねこっちに設定してくださいましたもんね。ね、いつ来るかわからないからドキドキ、目が離せないわ。あーすごい、来た来た来た、うわー。さあ今度は何を描いてくれるのでしょうか。すっごい生えてますね、青空に。あ、一気スモークを出していない、なるほど。なんかあの色がカラフルなのとかもあるじゃないですか。ああいうのもどうやってやってるんですかね。うん、すごいですよね。早い。これ実際に見ているとかなり、お、なんかフォーメーション作ってません？あ、体重計はスモーク出さないんだ。ここにいますよ、見失ってます。ここにいたの、いるけど、お、ついに見られなくなった。ついに見られなくて、あれ違うとこ行ったのかな。つい真顔で見てました私。映ってることも忘れて。そう、憧れですよね。何操縦士操縦士、運転手、うん、運転手憧れてたんですけど、小松空港。あ、本当だ、待機してるサブの飛行機なのかな。待機中。おおお、あ、おお、あ、うん、おお。いいな、小型機とか、パイロット資格。お、あ、これは違う、これ普通だ。これは普通のだったね。これは何？ポンチョンって。なんだろう。あ、これは向こうで見せてるよっていうことなのかな？ね、だからちょっとずつ伸びていってるのかもしれない。それがここから見えているのかな？ね、開通して4つの駅でやってるから、それが遠目に見えてるのかもしれないね。あー、なるほど。スモーク焚いて、いいですね。なんか今日は風とかもすごいあるわけでもなさそうですし、穏やかそうで、見ているのもこう待っている時間も過ごせやすそうですよね。お、鳥、あ、ん、鳥か。あ、このさっきの跡を見せてくださってるんですね、奇跡を。
こうブルーインパルスは見たことがなくて、普通のあの自衛隊の飛行機なんていうんですか、あの民間機、旅客機ではないもの、軍用機っていうんですかね、はあの見たことあります。おすごい、これはどん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 描かれていってますね。そう、私があの消えないとほら見えないじゃない。ここぐらいにいようかな。どう、いい感じ。あ、鳥さんが楽しそう、いいな。あ、これは桜だ、綺麗な丸。なんでこんな綺麗に描けるんですか、すごいねえ。お茶の間からこんにちはみたいなスタイルになってますけど、すごい、かっこいい、綺麗、桜ですね。うわー、すごいわ、素敵だわ。あのしっかりとこうね、お茶の間モードになっておりますが、いや綺麗ですね。すごいしっかりと重なっていて、うん。でまだもう一演舞演目あるみたいなコメントはありましたよね。これで2回目なのかな、2回目だったかな。この奥も、あ、お、あれ、お、え、お、あ、なんじゃ、あ、指さしてる、あ、あ、どれ、こっちにもあるの、あ、こっち、あ、でもここら辺にあったよ。いや、どこ見ても快晴ですね本当に雲がない、全方位快晴、すごい、ブルーインパルス日和。お、今度はこっちに来るってことなのですかね。こっちにカメラを合わせてくださってるから、どうなのかな。あー、こちらこっちだ、すごい、なにこれ、ハート、はあ、すごい、うわー、いやー、いいいい、すごいすごい、ハートになってる、すごーい、綺麗ですね。うわー、すごーい、ハートだー、あ、お写真撮られてますね。いいな。携帯画面のあの待ち受け画面に設定したいです。実際に見たらそれ撮って。ねえ。ねえ、リポートもいただけるといいな。うわー、綺麗。ねえ。こう、さっき作ったものも桜も見れつつハートもね、あって。いいですね、素敵だわ。まだでも見てるからまだあるのかな。ねえ、まだなんかありそう。お、どう、あ、そっか、予定では12分までってことだからまだあるのかな。あ、ご家族で来ていらっしゃったりとか、いいですね。いや、本当あの私もそのなんていうんですか、自衛隊とかで使われている飛行機を実際に見たことは何度かあるんですけど、あのずっとこう見てしまうのですが、音がすごいですよね。あのもうなんていうんでしょう、体に響くというかボディに響くぐらいの音で、迫力もすごいし、そう、重低音って感じ、ズシーってこう来る感じ、そうそうそう。あ、これは
そうじゃないですか。ねえ、ライン飛行っていうの、なんかこうやってみんなでこう同じ感覚で飛行して、お、来てる来てる、おおおお、これあれだ、サンライズ、うん、シュピーシュピー、うおー、いい、かっこいい。これもだってよくこんな感覚いけますよね、同じ感覚でね。すごいな。あの、実際にこの音声聞きたいです、やり取りを。うん、そうそう、機体倒しのやり取り、パイロットさんのね、かっこいいんだろうなね。おおおおー、今ここ、あれ違う、私が思ってたのと違ったかな。あ、あ、あ、1,2,3,4機、あ、おー、5機、6機、これか、これもすごい、これたまにこうキラリンって光るのはこう回転してるのかな。あ、お、すごい、なんか出したり止めたりあれ5機、5機だ、うん、5機、あ、ここに6機目がある、うわー、いいなー、いいなー、かっこいいなー、操縦してみたかったなー、うん、操縦してみたかった。パイロットはでも、あの、中学の時に、その当時の英語を担当してくださっていた方に、身長がそう難しいよって、身長的にそうそう制限というか、そうがあるから難しいよって教えていただいて、そうかって、難しいかってそう思った記憶があります。うん、今はこう、あの、旅客機の中のキャビンアテンダントさん、 CA さんとかも今結構身長のその制限とかも緩くというかなって、うん、来ていて、そうなんですけど、今なのでパイロットさんの身長はどういうあれかわからないんですけど、そう、前は中学の時そう憧れてて、それを教えていただいたので、あ、そっかと思って、うん、いやー、あ、もう帰られてる方が、あ、そっか、12分までだから、あ、じゃあ、あっちじゃないですか、空港の方空港の方に、あ、まだね、うん、まだか、まだ帰ってこないか、何分頃に帰ってくるんだろう、帰ってこられた方々の着陸の様子をね、ねえ、帰還を見届けたい。あ、来たんじゃない、どこ、あ、違うすごい目を凝らしたけど多分違いますよね、どう、いる、どう、ねえ、ここ戻ってきますもんね絶対に。どうだろう、いつ頃だろう、でもカメラを構えてる方いらっしゃいますよね、え、着陸を待って、あとは出てきてくださいますよね、そのパイロットさんたちも、あの、機体降りてくる時もかっこいいんですよねかっこいいですよね、なんかもう映画のワンシーンみたいな感じに、うん、思うんですけど、どう、
皆さんまだかなまだかなって感じですよね。そわ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 、あ、日傘さしてる方もいる。やっぱり日照りが結構あるんですね。そっかそっか。ね、ではあの戻ってくるのを待ちながら今日の衣装のお話をさせてください。さあ幕張の空に戻ってまいりました、こちら衣装ですね、あの上が淡いカラーの春カラーピンクなんですけど、くすんだ色味でとてもね可愛らしい感じです。そして下はお花の模様が描かれていて、あの生地感もとても高級感のあって女性らしさもありつつ、すっごく素敵な、風とか吹いたらねふわーっとこう流れるようなそんなスカートになっています。こちら上下ですねノエラさんのものになっていて、今日あまりあの肩は出していないんですけど、オフィシャルとして着ても絶対に可愛いと思います。そして今日のアクセサリーですね、はい、こちらはゴールドになっておりまして、左右でね形が若干違って向きがあるんですけれども、あのシンプルなんですけれども存在感があって、このコーディネートをさらに華やかにしてくれるなというふうに思います。こちらは俺たちのお世話屋です。あおー今日もお世話していただきました。ここまではですね今日の衣装協力のお話をさせていただきました。さて戻ってきます、乗ってこない、まだかな、いやでもこのお洋服で行きたかったなふふんって、そう暖かいからもうこれで上着なしでも行けてしまうかもしれない、どうもってどうもチャラン、お、あ、帰ってきた、あ、どこ行った、早すぎて、あ、ほらほら動いてる、これこれこれチャーンって、あ、どこ行った私も 見失ってしまう。でも相当な速さでこうねえ進んでいるんですね、すごいスピード感、うん、見失ったぞ私はもう見失った、皆さんお願いします教えてください。でもお、この実際にいらっしゃる方のあの向きとかを見ていると大変わかりやすいですね、あ、どっち方面から来るのかなみたいなのがね、うん、あ、まだ着陸しないのかな、まだ上空を飛んでいる感じなのかな、ねえ、でも本当に今日はね穏やかな天気でこう見に行かれる方もきっとねいい気候の中で楽しまれたのかなと思います。いや着陸のところは今見ることはできませんでしたけれどもね、時間ということでまたねタイミングがあったら見ていきましょう。ではここまではブルーインパルスの様子や衣装協力についてお話しさせていただきました。それではここからはウェザーミュージックお楽しみください。こちらコーヒータイム3曲目ライフスタイルリポートとともにお楽しみいただければと思います。それではお聞きください。どうぞ。